この3つがあなたの心身状態を作ってます。ステートと言います。これ心身状態はこのフィジカルをどう使うか、言葉をどう使うか、どこに意識を向けるかで全く違ったものになる。それはそうですよね。例えて言うなら、体が下向いてズーンとしてたら、当然そこに引っ張られてエネルギー下がります。逆にフィジカル、体が上を向いてよっしゃって、別にやる気があるわけでもないんだけど、体だけはこうやってやってると元気になってきたりするね。サンちゃんがそうですよね。ちょっと仕事とか将来のことで不安を抱えていたんだけど、でもそういう剣道というね、本当に自分が長年親しんできたもので、大きな声を出して、ふわーってやると、やっぱりそっちに感情が引っ張られて、俺ならできるかもってなって、ここを使ってきたり、したからこそ引っ張られた。うん。まさに、この中で一番、割合が大きいのはフィジカルです。フィジカルにやっぱ引っ張られます。うん。だからこうやって気合を入れたりっていうのがすごく良かったね。あとはやっぱり言葉の持つエネルギーの怖さったらもうないわけですよ。そりゃそうですよね。皆さんも想像つくと思います。今日から俺はできる、絶対できるって生きると、絶対無理や、俺には無理だ、俺はクソだ、俺なんか死んじまえって生きていくのと同じ一年後になるかどうか。言葉の持つ力ってすごいわけですよ。当然、フィジカルやランゲージに引っ張られて意識を向ける場所も変わってきます。うん。なので、どこに意識を向けるかすごい大事。例えばサンちゃんが今回ね、ちょっと転職が1回目うまくいかなかった時に、なんで俺こんな情けないんだろうっていうところに意識を向けるか。それとも、今回な、一回これ学ばせてもらったからすごいチャンスだよなって受け取るのかで全く人生変わってきます。これすごい大事なんです。うん。つまり、この三つをいかに使いこなすか。これは、世界ナンバーワンコーチと言われるアンソニー・ロビンスさんが提唱していることです。フィジカル、ランゲージ、フォーカスをいかに使いこなすか。アンソニー・ロビンスって名前ぐらい聞いたことある。このセッション料金の話したっけ、俺。アンソニーさんにセッション頼むと申し込むわけですよ。それと、あ、OK ですよ、つって。で、5ヶ月だったかな ?5 ヶ月間、月に1回30分間電話してもらえるんですって。で、電話でいろんなアドバイスとかしてもらえるそうなんですけど、金額2億円だそうです。ちょっと何言うか分かんないけど、何を言ってるの、あなたはっていう。まあ、そんぐらい、やっぱりね、世界に価値を届け続けてる人なんですけど、で、ちょっと話それるんだけど大事なこと言っていい？これね、現代の大成功者であり、もう成功哲学のもうナンバーワン、アンソニー・ロビンさんが言ってるぐらいのことだから、やっぱりフィジカルをどう使うか、言葉をどう使うか、意識をどこに向けるかで、人生が変わる。わかるじゃないですか。ところがね、私たち日本には、高野山で一番偉い人である。高野山って誰が祀られてるの？そう、弘法大師、空海さん。で、高野山のね、お寺とかに行くと、空海さんが、まさに人生をかけて、人々が幸せになるにはどうしたらいいかっていうことを、たった5文字の漢字で表した額がかかってるんですね。そこに何て書いてあるかって、こうやって書いてあります。心杭一致。これが、弘法大師空海、もう当時というかね、もう歴史に残る大天才が、人々が幸せになるために残した、たった5文字だったんです。で、僕は別にこれを見たときに、まあ、そうなのかな。なんか、わかるような、わからんようなって感じだったんだけど、ところがね、このアンソニー・ロビンスのこの学びに出会ったら、見てください、これ。真、空、いいですよね。すごくない？別に現代のアンソニー・ロビンさんに頼らんでも、日本人はちゃんとそれを知ってたってことです。いかに日々、体の使い方、言葉の使い方、意識の向け方を自分の中で一致させていくか。うん。まさに素晴らしい人生に向けた体の使い方をして、素晴らしい人生に向けた言葉の使い方をして、素晴らしい人生になるためにどこに意識を向けるのかってことが、ちゃんとあなたの人生と一致してくるよ。すごくない？これ1200年前から言われてるわけです。そう。アンソニー・ロビンスさんすげえとか別に言わなくても、みんな日本人知ってんじゃん、これって話なんです。今日から皆さん、
どうやって体を使って、どうやって言葉を使っていくか。で、